でね。というわけでチャレンジ大好き竹永がさまざまなチャレンジをしていこうではないかというこちらの動画、今回はアンからンまで50音順にお店を紹介しようという50音チャレンジ。本日の50音はルというわけでこちら、十条駅から徒歩1分、もうすぐ目の前が十条駅のホームになります、煮干しそばルさんにやってまいりました。いや、ややこしいな。本日の50音はルで、ルさんを紹介するなんて。でもそういう名前だからしょうがない。というわけでこちら、十条エリアでも屈指の人気を誇る、煮干しラーメンがいただけるお店ということなんですけれども、果たしてどんなお味なんでしょうか。それでは今日も張り切って、ガン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 です。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、またしても名前の由来が気になる。あれ、ちょうどのれんの煮干しそばルのルの部分がめくれ上がってるよとか、どうでもいいんですよ。というわけでね、いやー、ついにここまで来ましたね。いや、こればっか言ってますけれども、もうラ行も真ん中で残り少なくなってまいりました。果たしてどんなラーメンなんでしょう。それでは現場の竹永さん。はい、ほーい、こちら現場の俺が竹永で、はい、というわけでこちらが煮干しそばの全部のせです。それでは早速いただきましょう。香ばしい煮干しの風味を残しつつ、あっさりした印象なんですけれども、表面に浮いてる油が結構ね、油の味がするタイプ、甘みなんかも感じられて、これはほんとにいいね。いや、これは美味しいよね。はい、そのこちらの麺、自家製麺ということなんですけども、縮れた中太の麺ですね。いや、こちらもちもちとした食感が心地いい。表面に浮いてる油と煮干しの香ばしさをまとって、いや、これは本当に美味しいね。はい、それではこちらチャーシューいただきましょう。いった表面を炙ってあるので香ばしさも残しつつ、豚の脂身の面積大きいに結構こってりした印象の、このあっさりスープとの相性も抜群ですね。それではこちら味玉いただきましょう。いや、いかがでしょうか。きれいなオレンジ色に輝いてますね。いやいや、甘めの味付けがしてあおしゃれな味わいですね。いや、これは絶対ご飯によく合うタイプの味玉ですよ。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。あっさりスープの奥に感じる確かな煮干し感、そして表面に浮いた油によってもたらされる魚介だけじゃない確かな動物感、このバランスが絶妙でしたね。そして自家製麺のもちもちとした食感も合わさって、いや、とっても美味しかったと思います。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日の50音はルというわけでこちら、煮干しそばルさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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